使用期限が過ぎた3回目接種のモデルナ製ワクチンの廃棄は全国で相次いでいます。高知市も今月25日に使用期限を迎える3万回から4万回分が廃棄される見込みだと今月2日に発表しました。モデルナ製を選ぶ人が少ないことが背景にあり、高知市は今月9日から指定の医療機関で予約なしで接種を受けられるようにしました。使用期限まで1週間、接種はどこまで進んだのか高知市の担当者に聞くと、約4万回が廃棄を迎えるというような見込みになっております。一定想定していた幅の中では悪い方の数字になっていると、そういう状況です。予約なしでのモデルナ製の接種は1日数十人から多い日で100人以上が受け、一定成果はあるとしました。一方で依然として高齢者を中心にファイザー製を選ぶ人が多いということです。直近今週の予約率で言いますと、ファイザーは約9割の予約率、それからモデルナの予約に関しては約2割というふうに2割にとどまっております。貴重なワクチンですので、できるだけ有効活用したいというのは私たちも考えているところですので、積極的にモデルナの方を接種検討していただきたいなというふうに考えております。